久保さん今回のテーマはねつなげないにしましょうか久保哲郎流久保哲郎ノウハウ久保哲郎ノウハウにしようかなこれね普通の人だったらつなげるんですよね動画をこうあのあなんか編集してつなげるんですけどこれつなげないっていうね <laughs> だこれが実は継続する一つのポイントです、ね、要は多くの人は見た目を気にするとかなんかその とにかく周りを気にすするわけですよで周り気にしてないから自分の発信したいことは自分が思うようにやるから自分が思う通りにやるだけなんでそれ自分が思う通りって続きやすいじゃないですかでも周りを気にして外的なことを気にすると周りがこう言われるから編集しないととか、うん、音声が聞きづらいからマイク入れないととかいろいろあると思うんですよだからもう本当に自分発信自分を全力で出すだからね これね高橋かなりさんも最近の動画で言ってたんですけどオープン攻撃オープン攻撃っていうねこれ面白いワードがあったんですけど要は全部自分をさらけ出してオープンでブワーって出しちゃうとでこのオープン攻撃をし,し,してブワーってやったことによってそのオープンを受け入れる人しか来ないつまり人間関係が凋落になるっていうオープンにすればするほどそのオープンが嫌だっていう人は去っていくだけどオープンがいいっていう人 だから高橋がなにさんやっぱ人間性面白いなっていう人しか来ないからその人と対付き合うから超楽っていうでも多くの人はオープンせず隠して隠してうん人目を気にするから人に合わせないといけない人に合わせるっていうことは、えー、人の人生を生きている人の価値観を生きているってことじゃないですか自分の価値観でいけないんですよね人が,人が決めてる価値観の基準に合わせていくつまり人に生きてるってことです 自分で生きてないってことです。だからオープン攻撃って言います、ね。非常にいいんじゃないですか。久保さんの今回のオープン攻撃なかなかいいんじゃないですか。僕も、あの、自分言って、言ってますけどね <laughs>。気にしないって。では、いってらっしゃい